なんか一気に明るくなってくるね、夜明けって。さっきもうちょっと暗かった、ね、たった5分10分前なんだ。もうこんなチーズで遊ぶの。おお、伸びる伸びる。水温問題は解決したね、これで。まあ、あとは、まあ、人それぞれのね、もうサイズこの間より全然あるから、パドルは楽じゃない。板もちゃんと走ってくれると思う。緊張感ないですよ。シーグラスはいいから。ないない。でかい。あの自分の体にぶつけないように、パリングしたら一回ほら潜るとかさ。怖い怖いよ。来ました。なんとかアウトに出たみたいですね。ただちょっと手前で結構ダンパーのセクションがあるんで、ちょっとここはね怖いなっていう感じなんでしょうね。あー、行かないか。まだ一本も乗れず。さあどうかな、一本欲しいね、そろ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 。うわうわ、でかアセットが。さあどうすんだどうすんだ。おお。いやー、今のセットはなかなか頭くらいありました。なんとか巻かれずに生還してます。そして沖へまたパドルを。さあ一回上がるのかな。どうやら流されたから少し戻るみたいですね。あ、結構流されてね、パドルずっとしてたから大丈夫かな。おっと、第2ラウンド、ママさん第2ラウンドです。もうセットのでかい波にビビって、もう今日はインサイドのスープで練習するそうです。おっと、あ
今日一番の今日一番のロングライド、20メーターぐらい。来た、スープ番長、スープ番長ちょっとイマイチでしたね。今日の反省。あ、今日の反省。今日の反省会。今日の反省は何だろう。今日は入ってすぐに大パーリングで鼻血を出してね。うん、鼻血を出して。そのまま入ったけど。うん、いやー。今日取れなかった。まあ、しゃあないね。うん。今日はね。ただ最後のね、あのスケートボードの。ちょっと面白いのがねあれはちょっと買ってもいいかなみたいなのね。そうね、ちょっと練習でね、うんうんうん、普通のスケボーよりあれでしょ、あのひっくり返りにくいよね、多分長さがあるから、長さがあるから、ね、うん、ひっくり返らないとは、うん、まあ、もうかな、やってみなきゃわかんないけどね、ちゃんとまあ、サーフィンがいまいちだったけど、うん、面白いね。そう、今日は今日でね、うん、まあこういう日もあるね。そう、いろんな、しょうがないね。そうということで、デカ波だった、もう絶対死ぬと思った。なかなかね、うん、熱くて速いダンパー。違う、なんかね、もうこの年じゃん、怪我しちゃう、怪我しちゃうっていうね、それがね、絶対よぎるんだよ、うん、だからね、引いちゃう。だからやっぱ小波がいいんだよ、ある程度。まあそうね、そう。ということで、はい、じゃあまたバイバイ。何、まあ、今度こういうのがあの最後に、ちょっとご挨拶して、ね、また次回もお願いします。お願いします続かないしも